もじゃもじゃの木の方で。え、これ、え、やばいやばい。うん、やばいっぽいですよね。でも、あのもじゃもじゃまで、はい、250ぐらい。あ、そう。あの、表面なんですか？うん。めっちゃいいけど。うん。めっちゃいいよね。めっちゃいい。めっちゃいい。ビビりますよね。うん、触れなくなっちゃう。あっ、まっすぐだもん。ナイス、飛んでる。グリーンがどこにあるのかも想像できない。うん、ね、池越えなんですかね。で、池っぽいよね、このシャッシャーが。ボール？2だ。知ってるもん。ボールに見える。残り3ホール。私には攻めなきゃ。オーバーだから3つバーディーって言った。もうちょっと寄せたかった。カップだけ狙っちゃうと結構寄りづらいんですよ。なんで私は結構大きな葉1メートルぐらい伸ばして、したら大きくなるじゃないですか、カップが。そのぐらいのイメージで寄せてます。前まではカップばっか狙ってたんですけど、ロングパット全然寄らなくて、でどうしようと思った時にカップ大きくしちゃえと思って大きくしたいと思って、1メートルぐらいのでかい円の中に入れるイメージだったら1メートル以内には入るじゃないですか。結構ロングパットのイメージ良くなって3パットもしなくなりました。10メートル以上あるロングパットはバーディー狙いに行かないでやってます。どんぐらいだろう、8メートルぐらいになると結構狙うので、カップそのままで狙ってます。
真。ナイスです。クリスさんポールでやってこないの。予約なんてないの。あと2つ、あと2つ取っても、どっか入れないと。ちょっとヒール当たっちゃいました。ちょっとどころじゃないですね。結構初めてクラブ握ったのは小3の時なんですけど、はい、初めて試合出て多分4号試合目ぐらいで一緒にいました。さっちゃん、お父さんはさっちゃんとゴルフしたいんですよ。なのにさっちに誘っても行ってくれないから、あ、行ってくれよってさっちゃんのパパに誘われて、私も全然ラウンドしたいんで、さっちゃんパパにお願いしますで最近ね、最近ね。お父さんめっちゃうまいんですよ。お父さんもうまい。さっちのパパ、え、そうなの。めっちゃうまいです。ちょっと右ですけど、まあまあです。飛んでます。
私前回めっちゃ打ってみりちゃん優勝したじゃないですか。真逆ですよね。私本当前回しんどかったですもん。本当に帰りたかった。行く行き前半ですよ。私行く行きですから今日めっちゃしんどいです。本当にめっちゃしんどい。私前半からしんどかったですよ。前半4号とかですよ。え、そんな？本当前半で帰ろうかと思った。そういう時もある。パター全然ショットいいんですけど、パター全然入んなくてちょっとストレス溜まってるような感じでした。終わっちゃった。出だし良くなかったんですけど、後半結構良くなってきてるんで、最後ちょっと長いですけど頑張ってバーディー取りたいです。冷やしたお兄さんからナイスオンをいただきます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。スコア発表、私は77でした。私は71でした。私は72でした。私は71でした。ということで優勝はあゆちゃんとゆみさんです。優勝の一言を2人ともお願いします。
前日まで心配と不安で不安だらけだったんですけど、ティーショットとセカンドがよく、スコアをまとめることができました。欲を言えばパッティングがもう少し入ってくれればもっともっと伸ばせたかなと思うので、整理してまた分析して、頑張りたいと思います。ありがとうございました。前回はズタボロで、今回結構どうしようかなと思ってたんですけど、いい感じでスコアまとめられて良かったです。でも後半ちょっと崩しちゃったんで、もっと伸ばしたらなと思うので、また次回リベンジします。ありがとうございました。初登場だから、この間すごいいきなり今日空いてるって言われて、でも今日まですごい不安で昨日思ってたんですけど、いざ来たらすごい楽しくていい一日になりました。ありがとうございました。今日はたくさん打ってしまったので、第3回にリベンジしたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。終わり。